どうした？まるで幽霊でも見たような顔だ。僕そっくりの幽霊を見たって？それならその幽霊は僕かもしれないな。僕をエデンに住み着いた勇気と呼ぶ者もいる。この世のものではないと。真相は僕がただ神出鬼没なだけ。そんなところだ。安心するといい。僕は幽霊じゃない。このエデンに君のような迷い子を導くためにね。君はハッカーの証であるプログラムデジモンキャプチャーを手に入れたばかり。いわばハッカーのひな鳥だ。ここにはさまざまな目的を持ったハッカーがいる。セキュリティホールを見つけて報告する義賊的なもの。他人の財産や個人情報を狙いアカウントを強奪するもの。本当にいろいろだ。君はどんなハッカーになりたい？その様子だとひな鳥どころかまだ卵から帰ってもいないようだ。ハッカーを目指すか他の何者かになるか、それは君の自由さ。だが経緯はどうある？君はハッカーに興味を抱いてここまで来て、その結果デジモンキャプチャーを手にした。だったら試してみると。デジモンと呼ばれるプログラム。それでいい。では未来のハッカーの誕生を祝して、君に記念すべき1体目のデジモンを進呈しよう。ほら君の後ろにいる。
せっかく用意したデジモンに逃げられてしまったな。何？デジモンならいくらでもいる。すぐに代わりを見つけよう。しかし驚いたよ。このエリアにあんな強力なデジモンが出現するとはね。程度の低いハッカーが悪ふざけで話したか、あるいは僕に敵対する者の仕業かもしれない。ん？追いかける？あの強力なデジモンが欲しいのか？いや、あれはまだ君の手には負えない。なんだって？君は物好きだな。だがそれこそ放っておく単なるプログラム同士の小競り合いに首を突っ込んで怪我でもしたら。君がそう決めたなら好きにするといい。それなりに物好きでお人よしなんだ。まあ君は何もしなくても構わない。ただ見ていればいい。誇り高きハッカーの力をね。どうやら君と一緒に戦うつもりらしい。随分と手順は狂ったが、そのデジモンは君のものだ。しっかりと指示を出してやる。準備はいいか？君がいてくれてよかった。デジモンキャプチャーのスキャンを介さずにデジモンが手に入ることは稀だ。ましてやプログラムが人に懐いたりなど。なんとも奇妙な光景だ。君はハッカーの中でも相当イレギュラーな存在になるだろう。ともかく卵はかえった。それじゃあ僕はそろそろ消えるとしよう。目つきの悪い少年。ああ、
もう一人のイレギュラーの彼か。彼なら先のエリアへ向かった。そこはかつてエデンのエントランスだった古いエリアだ。創世紀の遺物。その証拠に初期タイプのログアウトゾーンも残されたままだ。今はプロテクトでロックされていて使用できないが、あの程度のロック、ハッカーであればどうということはない。そうだな、ここから帰りたくなったらそのログアウトゾーンを使うと。目つきの悪い彼なら問題なく解除できるはずだ。彼の腕が落ちていなければ。なぜ驚く？まさか。なら僕から言うべきことはない。そういえばまだ名乗っていなかったな。僕はユーゴ、チームザクソンのユーゴだ。君が誇り高きハッカーを目指すのであれば、我らザクソンを訪れるといい。扉はいつでも開いている。